入間市駅は埼玉県入間市河原町にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI23。単 SI 式ホーム1面と島式ホーム2面4線、計3面4線を持つ地上駅で橋上駅舎を有している。1番ホームと2番ホームは同じ線路を共用している。ホームと改札外との間は階段の他エスカレーターとエレベーターにより連絡している。 トイレは2階改札内にあり、多機能トイレも設置されている。このほか改札外の南口駅前広場に公衆トイレがある。なお、一番ホームは特急専用で中間改札が設置されていた。自動改札機はない。駅の前後は S 字型の急カーブになっている。2020年度の1日平均乗降人員は24,424 24人であり。 西武鉄道全92駅中29位。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。2007年度まではおおむね3万4000人台で推移していたが、2008年度は三井アウトレットパークイルマが開業したことなどもあり、利用者が前年度統計よりも約2000人以上増えた。2009年度以降は、 前年度統計より減少し、2011年度には3万4000人台に戻っている。入間市の行政、商業の中心で、市役所の最寄り駅であるが、市域の中では端に位置しており、北隣の狭山市との市境付近に位置する。実際、北東に900メートルしか離れていない東隣の東海山公園駅の所在地は、狭山市である。 埼玉県西部地区有数の大型店、映画館集合地域である一方、駅前から集合住宅も多数立ち並び、その結果、西部イルマペペ、丸広百貨店イルマ店、西尾水ポットなど、商業施設を含むビルの群と集合住宅が混在する。南口からは、鞘山市駅、川辺駅、箱根ヶ崎駅、武蔵藤沢駅方面の路線バスが発着しているほか、 ザモール水保16の無料送迎バスも発着している。他保県には、豊岡、入間公用の2校の県立高等学校があり、さらに私立の東の高等学校へのスクールバスが発着している。そのため、浅間は、東京都心方面に向かう通勤、通学客とこれらへ通学する学生、生徒の流れの大部分が逆向きに合流し、 階段や改札口が混雑する原因の一つとなっている。コミュニティ放送局 FM チャプへの最寄り駅でもある。南口北口一般路線、コミュニティバスはいずれも西部バスが運行。ありがとうございます。